ところで指導、あなたしばらく見ないうちに少し黄ばんだんじゃない？人が黄ばむことなどない。あとはあのデカブツだけだ。あいつに攻撃を当てる方法思いつかないか？ん？なに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 、なんか空中で改造しだしてんやけど、怖い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 。なに？タイジの力がレーザーによって、タイジの力？え？どういうこと？お？タイジの力か。モンゾーラで作ったやつらな。タイジの力なら、あいつの闇の力を活気せるわけだ。あ、そういうこと。よし。さっきの紫色の弾をぶっ壊して、あいつにレーザーをぶち込んでやろう。ありがとう。何個作ったの？さあ、いいな。こっから反撃と行こうぜ。俺たちなら必ずやれる。レーザーで攻撃。あ、本当だ、聞く。え、てか何？オープニング曲がかかったんやけど、めっちゃいいやん。テンション上がるー。ちょ、怖い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 。あ、消せる。あ、怖い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 。え、マジで？あの、いい、怖い。これは当たるんかーい。でもこの紫のレーザーっていうか、なんか、あの攻撃。ほら、消せる。すごくね？その場でいいやん、これ。まあ、あとのあの、それー、その攻撃はダメなんです。くっそ。破壊神指導が力を解放した。やめて、解放しないで、ちょっと。なに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 、どわっ！ち、あいつの今の攻撃、なかなか効くな。あいな、どうにかして防ぐ方法はないか？なに、次の攻撃パターンへの備え？なになになに。また一回一回改造する、マジで。めっちゃ時間かかるやん。よく待ってくれるね、人。三鏡バリアが使えるようになった。三鏡バリア？ゴールドに装備させてやったやつか。バリアで攻撃を弾けるんだな。あ、三鏡の盾。よし、赤い光線が出たらタイミングを合わせてバリアを張れ。あいつの攻撃を弾き返してやろうぜ。X か。ほい。あ、そっかそっか、跳ね返すのか。めっちゃいいやん。超いいやん。てかこの音楽の中戦えるのめっちゃテンション上がるんやけど。これは跳ね返せないの？ほい。いけい。いいねいいねいいね。怖いよー。めっちゃ指導が打ち返してくれよ。破壊神指導がさらに力を解放した。なに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 。あ、近い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 。怖い怖い怖い。え、めっちゃダメージ受けたんですけど。ち、あの野郎、いよいよ本気を出してきやがったな。だが、あいつが近づいてきたら逆にチャンスだ。あいな、あいつに何かすげえのをぶち当ててやろうぜ。なに？またしてもなんか改造しだしたよ。何すげえの。ミナデイン砲を撃てるよね。マジか。ははは、あゆな、お前のことだ。そう来ると思ったらね。最後はミナデイン砲がふさわしい。さあ、あいつが近づいてきたらミナデイン砲をぶちかましてやれ。安心しろよ、あゆな。俺たちなら必ず勝てる。あいつをぶっ倒してルルたちのところに帰ろうぜ。ほうほうほう。オッケー。 A ボタンね。よし、今だ、ミナデイン砲を撃て。チャンスだ、もう一発食らわせてやれ。もう無理。ミナデイン砲が塞がれて、そんなことがあるんすか。やめてよ。来い来い来い、近づいて来い。怖い。お、来た、ミナデイン砲、いけ。そしてもう一回、もう一回ぐらいいけるんじゃね。ダメだった。ダメだったわ。破壊神指導が全ての力を解放した。え、危険危険危険。待って、これはこれで大丈夫やったんっけ。あ、要は応用編ってことね。今までの攻撃を組み合わせて使えっていうことや。オッケー、頑張ります。
これは、はい。ふう、いいぞいいぞ。みんなでいい方。はい。いいやん、めっちゃいいやん。けい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 。まだプラ忘れる？あ、違う。ちょ待って、怖いです。ちょっと待って、これ。これや。あぶねーもうちょっとでやられるところやった、普通に。お？みんなでいい方？これは。戦いの終わりの予感。おう、ダメやった。グガガガガ。おのれ。神を殺すか。まあね、破壊神だから。違うな。違うの？ぶっ壊すんだ。新しい世界を作るために。行くぞ、エナ。最後？お、必殺。持ってるの超普通のハンマーなんやけど大丈夫とどめ。おー、なになに、なんか放たれたよ。やっつけた。なにこれ。お、足の中に力が戻ったってことかな。神の力を取り返した。悪の部分はなくなったってことかな。終わったな。俺の体に力がみなぎってやがる。これが神の力ってやつか。さてと、奴らを倒したが、これからどうする。このままじゃ幻の世界は消えちまうだが、分かってるさよな。お前のことだ。何か考えがあるんだろ。なになになに、どうやったら、どうやったら止めれる。ん？何を作ってやがるんだ。何、また改造。はい。ん？これは俺用のハンマーってわけか悪くない。先ほどいなくても作れるので、これで何をするんだ詳しい話は帰り道でするだともったいつきやがって。よし、それじゃあ一度空っぽ島に帰るとしよう。あそこまで帰るんやね。ルリア、あいつらが待ってるぜ。ちょ待って、あのえ、ここの、え、ここの箱舟のみんなは、お、おきっぱ。何これ。あ、帰ってきた、帰ってきたね。ようやく着いたな。箱舟のみんなにもう大丈夫よって言ってあげんでいい。やけに暗いが、間違いなく俺たちの島だな。なんだか懐かしいぜ。てか、なんか、シドウ輝かしすぎるんやけど。アイナさん、シドウさん。お、無事？どこみんな？どれ？あ、おった。帰ってきてくれたんですね。あれ、いつも一番に来るルルがおらん。アイナもシドウも、無事でよかった。信じていくぞ、二人が無事に帰ってくると。ルルは？ルルのやつはどこに行った？それがとかならん？うわー、あ、来た。どれ、見えない。あ、来た来た来た。あゆな、指導。もう遅かったじゃない。ルルに心配かけるだなんて。あゆなと指導のバカ。悪かったな、ルル。だが俺もこいつも、この通り元気だぜ。そして仲直りもしたしね。あれ、アイナの顔が締まりのない顔に戻ってる。うるせえ二人とも仲直りできたみたいねどやところでシドウ、あなたしばらく見ないうちに少し黄ばんだんじゃない。人が黄ばむことなどない何、神々しいと言え。どうやら今の俺には神の力が宿ってるらしいんだ。神の力。大丈夫シドウ、きっと強く頭を打ったのね頭がおかしい人みたいな。それよりどうしましょう。このままじゃ幻の世界が消えちゃいます。きっと私たちも。君たち3人と船長はもともとこの世界の住人ではない。君たちだけでもなんとか逃げてくれ大丈夫よ。この2人何か企んでる顔をしてるわ。そうでしょ2人とも。
それじゃあ白神に神殿に行きましょう。やっぱりあそこがふさわしいわ。だったらルル、これを使えよ。こんなこともあろうこと用意しておいたんだ。よ、何？お、危ないな。何よこの雑な作り。まさか指導が作ったんじゃないでしょうね。やっぱ作りが違うんや。まあいいわ、みんなルルについてきて。久しぶりのルルについてきてや。ゴーゴー。白じいはでももうおらんのよね。あれ船長、アイナさん、指導さん、帰ってきたんでやすね。お二人ご無事でよかったでやす。けどこの世界も幻だったなんて、もうすぐ消えちまうだなんて、あっしは聞いてないでやす。あっしはいつの間にこの世界に迷い込んだでやすか。まあね、それはあれやけども。でもルルもってことか。え、そういうことよね。船長とルルと指導と私がってことよね。みんな、おお、アイナ指導、よくぞ戻ってきたな。アイナ、その朗らかな顔、ハーゴンを倒し部屋を取り戻したのだな。素晴らしいぞ。さあ来い、我が家が抱きしめてやる。って言った途端に段差から降りたけど。と言いたいところだが、やはりハーゴンが言っておったことは本当だったようだ。あ、みんな体調が悪いってこと、もしかして。今やハーゴンの亡霊も完全に消えた。奴の作った世界だ。奴が消えたということは、この世界ももう終わるということ。我が輩の体も今や薄らいでおる。お主を抱きしめてやることももはやできるのだ。マジで？くっきりしとると思うけどな。うん、くっきりしとるよ、全然。大丈夫。アイナさん、シドウさん、よく帰ってきてくれたっす。俺、ずっと待ってたっすよ。ハーゴンはどうなったんすか？破壊神は？この世界は？アイナさん、俺、本当に幻として消えちゃうんすか？まあね、そうなってしまうんよね。てか、なんかこう、今までに出会ってきた人物たちがさ、こう、ね、道すがらにおるっていうのがちょっと感慨深い感じするよね。二人とも元気そうで安心したよ。マジで無事でよかった。私モンゾーラで大樹が壊された時もマジヤバいって思ったけど、今回はその日じゃないよね。マジヤバすぎて言葉も出ないよ。おかえりなさい、アイナ、シド。私は二人が元気に帰ってくるって信じていたわ。世界がこんなだっていうのに、二人は相変わらずマイペースな顔してるわね。こんな世界がなくなっちゃうなんて、お姉ちゃんにも会えなくなっちゃうの？ほんとよね。今一緒におるわけじゃないし、こうやってなんか思い出を振り返っていく感じね。エンディングな感じがする。ミミー、アイナ、シド、無事に帰ってきてくれてよかった。みんな幻じゃないよね、すでに。でもまさかこの世界が幻だったなんて、僕はもう綺麗な緑を見られないのかな。見られるよ、きっと。多分。確信はないけれど。はぁ、アイナさん、シドさん、よくぞお元気な姿に戻られました。しかし、どうやらこの幻の世界ももうすぐ消えてしまうようです。ああ、私は、この世界が、自分が幻の存在なんて、未だに信じられません。まあ、そりゃそうよね。普通に生きとるし。お前さんたち、随分すっきりした顔つきじゃないか。ハーゴンを倒したんだな。この世界はハーゴンが作った幻。だとしたら、ハーゴン亡き今、俺たちももう。そんな弱々しいこと言わないで。きっと無事でいられるはずだから。アイナちゃん、シドちゃん、二人で元気に帰ってきてくれて、おばさんとっても嬉しいわ。だけど、世界はこのままなくなってしまうの？もうみんなと物作りはできないの？きっとできます。そのために今、頑張ってます。多分。てか遠くない？ここどこなの？ガッハッハ、アイナ、シド。これはお前たち二人なら必ず帰ってくる信じてたね。だが、自分が幻なんて信じたくねえ。金にもこれくについてねえ、まあ消えたくねえぜ。うわぁ、アイナ指導。よく帰ってきたんだぞ。オイラずっと二人を待ったぞ。だけどオイラたち、本当に幻なのか？本当にこんな消えちゃうのか？そうなった時に私は一体どうなるんだろうか。私はおるんよね、現実に。アイナ、そして指導よ。人間はいくつになっても未練というものを捨てられる生き物じゃの。わしはこの年だが、もっと物を作りたい。美しいものを見たい。こんなに消えてしまうのは嫌じゃ。まあね、大往生したいし。お二人ともご無事で何よりです。まさかあの大神官ハーゴンを倒してしまうなんて。しかし、この黒い世界は何でしょう。私はもう昇らずに沈む夕日に感動することはできるんでしょうか。綺麗な世界がまた見たいよね。
ちょっと笑ってしまったやん、やめてや。ルルル、僕は歌うよ。この世界の滅びの歌は歌わないで。まさか僕らが幻で、このまま消えてしまうとは。ルルル、なんともなんとも恐ろしい。なんだか、マイペースにしか見えないけれど。悲しがってるのかい、本当に。おお、なんということでしょう。無事にお帰りになったのですね。私はこの滅びゆく世界を、お二人なら何とかしてくださると信じています。自分が見ているものが幻ではないと断言できるものはおらぬ。それは、ね、私らが住んでるこの現実でもそうっていうよね。しかし、いざ真実を目の当たりにすると、なかなか答えるものがあるの。今私らがおるこの世界も、もしかしたら作り物である。作り物ではないっていう風に、断言できる証拠は何もないっていうもんね。怖いわ、そう考えたら。白 G はやっぱもうおらんのやね。ふ、やっと着いたわね。みんなとも話ができた？それで、何をするつもりなの？おぉ、アイラシド！ん？来た。おぉ、みんな。一生のお願いっす。俺、幻として消えるなんて嫌っすよ。どうにかしてくださいっす。二人なら必ず何とかしてくれるぞ。今までだってずっとそうだったぞ。ああ、もちろんだ。俺とエナでこれから新しい世界を作る。はあ、なんですって？言っただろ、今の俺には神の力が宿ってるって。神の力でこの幻の世界を作り直すんだ。そうすれば何も消えずに済む。うわー、そんなすげえことができんのかよ。しかし指導様、そんなことをすればせっかくの神の力を失ってしまうのではないですか？それが何か問題なのか？素晴らしい。それでこそお主だ。それでこそ指導だ。それじゃあやるぜ、アイナ。準備ができたら俺に声をかけろよな。全然オッケーよ。よし、アイナ。俺たちの力でこの世界を作り直すぞ。これで幻とはお別れだ。さあ、準備はいいか？幻とはお別れ、みんな消えたりせんよね。消えたくないと言えるのに。アイナ。そういえば、ちゃんと言ってなかったよな。ほら、まるで死ぬかのような。約束を果たしてくれて、助けに来てくれて嬉しかったぜ。ありがとな。お前には言いたいことや聞きたいことはまだまだあるが、破壊しかできない俺と、ものづくりしか考えてないお前、悪くないコンビだったよな。うん。そう言うと思ったらぜ、いちいち聞くまでもなかったな。ハーゴンが言ってやがった。俺は破壊神として世界を壊す運命だって。だがハーゴンは最初にこうも言ってやがった。破壊の神とビルダーが出会ったのも運命だって。運命なんてくだらないが、悪くない運命ってのもあるみたいだな。さあ、やるぞ、アイナ。くだらない運命はぶっ壊したいんだ。ん？ぶっ壊したんだ。あとは俺たちで新しい世界を作ろうぜ。うん。はっ！おぉ、二人で協力してものづくりや。すげえ。なに、どういう状態？風のマントで周り飛ばれましてもね。なんか知らんけどすごいな。なにが出来上がりやん、これ。おぉ、ホームランやね。これで世界が明るくなる？どうなん？みんなは？無事？お、明るくなってきた。おー、あ、みんなおる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 。てか、今まで通ってきた道どれよ？どこよ？よかった、みんなちゃんと無事やね。お、ハイタッチか？久々のハイタッチ。うまくいったな。みんなはどこへ？これで世界は消えることはない。ずっとずっとこの島で物を作っていけるぜ。
ないな。そういえば最初から気になったんだが。ん？お前の背中のその本、結局何だったんだ？一体何が書いてあるんだよ。いつもペラペラめくりよるけどね。おい、ちょっと貸してみろ。お？取られた。読めるの、指導。ほう、これがこの本の名前だな。なになに？私がビルダーになったらだと？え？どういうこと？なんだよこの落書き。でかい木にゴーレムにしろ。ヘントクラ乗り物もあるぜ。お前まさか。うん。今まで作ってきたもの全部ガキの頃に書いた落書きを見て作ったのか？え、そういうこと？え、すげえ。こいつは恐れ入ったぜ。お前はやっぱり根っからの。何？そして歴史は続いていく。ビルダーたちのものづくりも終わることはない。何年後みたいなになるんこれ。お、フィン。そういう感じね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、ってことは結局さ、今までずっと持ち歩いとったあの分厚い本って落書き帳？じゃあこういうのが欲しいって言われて、小さい頃にそれに合いそうなもの書いた気がするなー、あ、これやみたいな感じで作っていきよったってこと？すげえな。想像力半端ないね。さすが根っからのビルダーってことやんね。